細かい話に関して、これ、あの、俺がね、ふざけてる話じゃないのよ。ねこういうふうに何言ってるかわかんないですって言われたら、じゃあ、じゃあそういうわかんない人にはちゃんと説明しなきゃなーって。そう思わないうん ごめんね、ブロック一人。はい。あのな。聞いてないんだよ。受け入れてんね。バカ。やっぱ、うんなら面白い。だって、そんなんだよ。だって、数字なんか関係ねえんだもん。俺うんなもん。200だろうが、300だろうが、こんなもん一発切って、じゃあコラボアーク開けるよ。で、さっきのやつ、何言ってんのか分かんない。 だ、わかんねえんだったら聞いてこい。上がれねえんだ。傍若さん、遅いな。いや、わかんねえけど。いや、言ってるだけで来ないかもしんない。まあ、傍ちゃん、あの、その、俺のこといじくり系もたまにするからね。あバニラおい、お帰り。カラスも。 藤枝、お前、藤枝4時で起きてんのねえ、今日も仕事なんで。大丈夫かよ。マミー、あんちゃん。なあ。え チャディラスお茶ありがとう。えいや、し、仕事はするんだけど、なんでこの時間に起きて今からかい。おいこれだったら多分死んでるな。あ,あ。結局、お金は大丈夫そうですか今、一万四千円ぐらい残金。 全財産がで、今月乗り切れるからの感じでーす。カービッシュ、コンテありがとう。あらがす。今、夕方ですよ。もうもう、俺ね、昼か夕方かも分かってないの、ヒロ。 お金振りま、込みましょうか。もう、そんなことしてくれたら、マジで俺、絶好調男になるよ。うん。だけど、だけどな、それをお願いしますと、俺が言うだけのことを、ヒロさんにしてあげたことは、ないわけじゃんがよ、ね。それでいいのか、佐野ってなるわけ。 そうでしょ「夫人から月何歩くらいもらってますの?あー」ああそこはみんな気になるんだそれは言えないそれは言えない じゅうはじめましてまだ挨拶が野菜成人ハー決まったおだすおだす前もギャルの借金直売してくれた人がいるから楽勝です あれはな俺あの時はな俺なこのこの70万を俺は返さなきゃなと思って弁心いやどうすっかなこれ俺うーんって思ったんだけどうーん 助けてくれた人がいたからねうーんそれに関しては、俺はあーあああのや、もう、ああしかねえよマジで グナちゃんの生誕祭動画。あ、俺のイベントのうん。意外と盛り上がってたろ単独ライブ。意外とやったんだよ、あの時は。 いや、ヒロ、いい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 。だって、ヒロちゃんなんて、俺んとこ、そんな、バン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 、その、じゃないんだから、そんなことは、俺は無理気味はしたくない。俺が、なんていうの苦しんで苦しんで、最後どうにかすればいいだけだから。 ギャンに、佐野さんにお金貸すのか聞いてたら、聞いたら、佐野さんから電話来たら考えてみるって言ってたよ。これ匿名コメントさん。これ一言言ってやろうから。貸すって。その時点でアウトだよ。俺はお前から借りるつもりねえから。おめえよ 俺の店の道具も全部引き上げて、おい、今やってる店で全部使ってんだろ、この野郎。お前よ、店舗の名義も何にも全部ぶっかえてよ、やってんだろよ。見てんのかよ、この野郎。貸すおい、お前らよ、 あの野郎よ、重曹とか、あの辺で店やってるからな。あ,あ、京都でも。俺はもう全部知ってんだ。あえて言わないんだよ。あんまり舐めんなよ、この野郎。俺我慢してんだが。おいやんの店もよ、俺なんであんまり行かねえか。行くわけねえだろ。ふざけんな。クソが。 分かる俺言わないだろ。まあまあ今一回だけ言ったけど「おいダリルそうだよな。ダリルは多分聞いてると思う。いやまあちゃん、まあ、まあ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 」みたいなあの店にぶんどったのはギャンだから。 いや、別にぶんどったっていいんだよ。俺はやめるつもりだったから。誰てめねえ寝てんじゃねえぞ、この野郎は。この野郎は。こういう話になったときに。寝腐ってんじゃねえよ。会わねえぞ、もう、おめえとは。こういうときに。ん なんで行かんの自分の店じゃなくなったからだよ。一回二回は行ったよ。確かに。様子見。ああ。やっぱり俺が使ってたものをずーっと使ってんだ。ええ。 と思っただけ「お俺さんそれ使いやすいよね」とか「俺まあ嫌味じゃねえけどそれいいでしょ」みたいな。あんなじじいそんな料理人じゃねえからな、うん、手間を見ても。 まあいい,よいいんだよ俺はもう俺はもうやめようと思ってたわけだからうまくやめれたなぁと思ってるからうん俺は正解だと思う あれ坊ちゃん、寝たのかないや、来ないみたいよ。だって、コメントしねえから。じじいとか。いや、まあ、来ても来なくても。まあ、来られるとまた怒られるからさ。たぶん、まあ、来たら俺、放送終わるよ。うん。マジで。怒らねん嫌だから。うん、坊ちゃんに。 マジでだってもうだって4時29分だろこの時間からは来ないと思ううんうん、うん、俺はまだ別に細い。 できるっちゃできるよ。酔っ払ってねえから。だけど、ボタちゃん、うーん。怒られるの嫌なんだよな、俺。まあまあ、いつも怒られてんだけど、俺。ごめんなさいわ。もう、このセリフはいつも、カッとくんだよ。 うん、俺ね、意外とね、ごめんなさいわって言われることってほぼなかったのよ。人生の中で。例えば、ケルちゃんとか、ゲリゲとか、全く言われたことはない。ボーだけなんだよ。ごめんなさいわ。素直に俺がごめんなさい。 あの人には言えるの。だから、リスナーのみんなも、何やってんだよ、ナな、とか、思うとこはあると思うけど、俺はあの人のことを、あんだけのことを言われても、俺は愛してるよ。好きよ。 旦那さんがいるかもしんないけど、俺は好き。それは変わることはない。だからそこだけは許してくれよ、みんな。脳みその中にあの人がいるんだよ、俺。俺の脳みその中に。だから、 そこだけは許してくれよ。ただ、こう配信になったら、ないつものうなちゃまんでとかはやるけどよ。うん、怒ってねえかな。怒ってなかったらいいけどな。うん。それこそさ、ピンポンで猫股がさ、ブロックかけよあいつもさ、面白いよな。 だってさ、考えてみる。夜中の尿、今日のよ、一時にピンポーンってなって、どれが来たの俺、あれって一瞬、俺、出前館頼んでねえよな、と思ったの。で、ピッて出たら、なちゃんまんさん、猫股です。あ で、一回聞き直すあ猫歌です」って二回リピート来て「おうどうしたのえー、っとブロック解除をしてもらいたいんで <laughs> それでここに来たのかピンポンで。 あまあいいんだけどそれは全然いいんだけどここまで来ることねえだろうと思った俺の心の中はなああ。でだからじゃあ解除するけど俺はな猫股っていう名前では解除できねえから ID の方で教えてくれって言って ID。 その、通話で聞いて、わかったあった,あっ,たってすぐ帰るよ。なあ、猫またなあ、多分まだいるよ。うん。いねえか,なから、もう寝たかなうん。聞いてますとか言い上げてくんで。そう、そんな感じでした、今日は。はい。ぼちゃん、英雄なんじゃない いや、俺、わかねえ。傍若の携帯が、どこのキャリアか、俺知らない。うん。じじい、酔いすぎやし、ま、また下痢者。ええー、とですね、これブロックです。偽物なので。はい。ならら。ど。C、赤は。 坊ちゃんは映画かだから。通信障害長いな。誰が俺がええー、俺今、繋がってないだったらもう、放送終わろうか。 うん。じゃあ、これで一旦、何時間やってんのこれ。なんかみんなが、時間がどうのかなこうの。